いやー、わかんないわ。ゆりさんは昨日何をした？昨日一人でカラオケに行きました。一人で。はい。なんで？だって、午前レッスンします。で、あと、夕方から、夜までレッスンします。で、お昼12時から少し休みます。ご飯食べたり、休んだり、レッスンの準備をしたりします。少し時間あります。で、ずっと家にいて、仕事をしていました。レッスンの準備していました。だから、外に出たかった。でも、友達はみんな仕事仕して事。ます。だから、一人で 昼、なんか、1時くらいに ララ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 ラ
どちら歌を歌いますか？両方歌います。日本の歌と英語の歌。英語。両方歌います。どちら？誰？誰誰？英語？英語？英語はね、例えば、シンポープランとか、知ってる？あとは、シャリス・ペンペンコ？これ、彼女はフィリピン人で、ビルボードで、トップ10に入りました。初めて、アジア人で日本初で？めて。ん？日本で？いいえ、世界、アメリカ？世界？ビルボード。ちょっと前に。でも、彼女を、していません。知りません。知りません、知りません。アジアでは有名です。初めてビルボード、アジア人。だから有名。で、シャリスとか、あとは、例えば、クリスティーナ・アグレラとか、ホイットニー・ヒューストンとか、歌うが上手ですか？いえ、下手です。下手です。ただ楽しいだけ、楽しい。僕も下手です。日本人の歌手、シンガーは知っていますか？あゆみ浜崎。浜崎あゆみ歌いました、昨日。面白い。光る歌だ。歌いました。でも、彼らは、ちょっと前。そうです、そうです。古い。ちょっと古いです。ちょっと古い。宇多田は、18歳から、18歳？
違う、16歳から歌いました。うんうん、で、あ、たくさんお金も持ってます。うん、今は、何歳？今同じ、私と同じで31歳。うん、で、ちょっと彼女は疲れました。だから休んでます。うんうん、ではそう歌いません、うん、でも彼女の歌は難しいです、うん、そうカラオケで歌うの難しい、はい、なんかこう低い音高い音、うん、あ低い音ってすごい難しい、うんうん、あでは、彼女は、上手？彼女は上手です、うん、はい、そう歌うし、あと自分で曲を自分で歌を作ります、うん、だから日本語だとシンガーソングライターって言います。シンガーソングライター日本語ではこう言います、うん、シンガーソング…ああ、うんうん、そう、だから歌うし、作る、書く、うん、書きます、うん、そうそうそう、だから、お金たくさん僕は彼女の歌が、知りません、うん、でも、お名前は、お名前を、知ります。知ってます。知っています。知っています。僕は、たくさん、ブラジル人スラッシュ日本人の友達がいた。ブラジル人スラッシュ、うんうん、彼らは、よく、日本語の歌を、聞きました。前、十年前、うん、うん、古いね、古い、古い、古い、うん。